今までドット絵のゲーム以外にはあまり興味がなかったんですけど、ゲームセンターにはこういったゲームもあるんですね。視野が広がった気がします。勉強になりました。ありがとうございます。先生、ここに連れてきてくださって、そのおかげで私今すごく楽しいです。あ、そうだ、今日のことお姉ちゃんには内緒ですよ。絶対絶対ですからね。今までドット絵のゲーム以外にはあまり興味がなかったんですけど、ゲームセンターにはこういったゲームもあるんですね。視野が広がった気がします。勉強になりました。ありがとうございます。先生、ここに連れてきてくださって、そのおかげで私今すごく楽しいです。あ、そうだ、今日のことお姉ちゃんには内緒ですよ。絶対絶対ですからね。ありがとうございます。先生、ここに連れてきてくださって、そのおかげで私今すごく楽しいです。